はい、今日は角がやってきました。パーキングがなかなかないんでね、大変でございます。住宅街の中にね、古墳があるんですよ。もともとね、門前にはほとんど古墳なんかないんでね、本当はあったんやろうけどね、みんな壊されたかな。あら、公園になってますね。幸福町公園、どれにあるんやろう。しかも見た感じこれやな、丸。どれだろう、これが、これがやっぱりこれかね。お、恐竜が。これはもう分かりませんね。公園になってございましてね、普賢寺古墳でございます。どこ、やっぱりこれがね、これでしょうね。看板もなければ、あれです、看板か。看板見てみましょう。なんだろう、そこ。あら、看板じゃないか。看板じゃないですね、これは。いやいや、看板がない。もう住宅の中でございますからね。全くね、真ん中でございます。やっぱりこれですかね。ずいぶん古墳見とりますから。こんな古墳は見たことないね。古墳の形がほんの1メーターほどの高さになってるけど、わからんと。あ、箱屋ちゃうか。向こうかもしれんな。向こうなんだ。箱に看板がある。あー、ちゃうか。はい、ここにありました、ありました。看板。普賢寺古墳。どういうことだ。1500年前、門橋で唯一発見された古墳は、そういうことかね。直径が30メートル、高さ2メーター。何も残ってないよな。ここに号があったということはね、これが古墳の30メーターの、ほら、ね、みんな帽子になってる。あら、わかりませんね。残念でもね、うわ、いっぱいや、鳩が。ほんで、ほら、あこに古墳みたいなのありましたから、あれ聞いてみようかな、おっちゃんに。ほら、あの、古墳を見に来たで、これ古墳ですか。え、古墳ですか、これ。古墳、はい。古墳違うでしょ、これは。違いますとか。うん、これはもう単なる公園の土盛りでしょ。あ、そうですか。まあ、古墳みたいやけど。古墳みたいね。古墳好きなんですか。はい、古墳をずっと回ってましてね。あ、古墳ね、まあ、あこに、普賢寺古墳って書いてあるんだよ、これね。いや、あの向こうの方がそうですけど、古墳ですよ、あのお墓が。墓が、うん。あ、それは、それは、それ山が。あの山が。それ山で、あ、そうですか。はい、それを取ってるわけ。紹介いただいたんで、ちょっとそこを回ってね。この辺がね、この辺が古墳だろうというようなことでございますけどね。あの、墓地になってますからね。それで、これで見ると、わかるかな。南東からということで、どこだろう。いや、こっちからやね。この辺からですよ、この辺から。この辺からこうあったよね。ちょっと地図ないけどね、こういう感じやわ。これ行けんのかな。あ、もう霊園になってるからね、入られへんねんな。英墳かな、なんだろう、わからんな、これ。カクカクになっとるけど、中入れませんか。ああ、全くわからんな、これは。これ出てしまうもん、これ。出れるでね。あら、行かれへんねん。ちょっと回ってみたけど、分かりませんでした。パチンコ屋さんかな。なんかいっぱい工事みたいだよね、外壁のね。
ちょっと向こう行ってみましょうか。